愛するふるさとを無依存にはしたくない、この思いを胸に診療所の所長となり村の健康を支えている若い女性医師がいます。グッドラックストーリー。普代村国民健康保険診療所の雅谷美代さんは村で唯一の医師です。雅谷さんが医師を目指したのは小学5年生の時、大好きだった祖父の死がきっかけでした。祖父を末期がんで亡くしたんですね。治療による副作用で苦しみながらそのまま亡くなったんですね。本当に祖父らしい最後だったのかなっていうことを自分でも悔しかったので、ホスピスドクターになりたいなということで、まあ、医師になりたいと考えるようになりました。岩手医科大学を卒業後、3年間の臨床経験を経て生まれ故郷の普代村に戻りました。まだ28歳の若さでした。一人しか私医師がいませんので、外科も見て内科も見て全領域に及びますから、果たして自分の力でできるんだろうかっていう不安はもちろん大きかったんですけれども、もうやるしかないっていう方の気持ちが大きくて、不安とか感じる暇もなかったような気がします。雅谷先生ってどんな存在ですか？普代のこう住民をみんなこう背負っていく先生でないのかなと思います。言葉にも親しみを感じますね。気持ちの面でも違うのかなと思いますし、共感しやすいですよね。同じ言葉で話したいなって思います。未熟な自分をサポートしてきてくれたのはここのスタッフですし、患者さんにも育ててもらって感謝しています。先生がやってみたいこととかありますか？健康寿命を伸ばして元気で過ごしていただくためにリハビリの充実、またこうリハビリをしていく中でコミュニティエリアのような形になっていろんな方が集ってもらえる場所になればなと、行政と介護とそして医療と連携してやっていけたらなと思っています。村民2900人の健康を支える若き女性医師がここにいました。みんなで心が通う温かい地域医療を目指します。グッドラック。感謝の気持ちを忘れず常にチャレンジし続けます。グッドラックストーリーは行楽グループの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをご紹介します。